ちょっと大真面目なの出していい？おお、はい。僕が使っているレジェンド、うん、ローバ、はい、まあお分かりだと思うんだけど、アイテムをショップを立てて、うん、かなり周辺大広域の物資を持ってくれると、うん、集めて周りの弾全部集めてしまえば銃から弾が出ない理屈よ。はい、だプレデターと上でも弾がなければどうしようもないだろ。プレデターの人のアイテム収集速度舐めてんの？多分でも自分の弾全部すぐ集めるよな、うん、ショップ一回開く間に多分向こう弾いっぱいあるんじゃない？自分たちの武器とかどうすんの？弾ばっかり集めるんで専念して、いや打ち合わないしな弾いらんでしょなんだろうなあ、すげえなって思いたい気分はあるんだけど、うん、もう頭悪いなあの一本取りなんだよな。まあこれだからさ、序盤はさ、うん、まあ、隠れてて、もしくはさっきの家おこもり大作戦やって、うん、終盤なんかバトルをした後に弾がなくなった段階で全部集めたらどうだ、みんな、うんうん、悪くはなくなる、無駄打ちできなくなる、周りの人がこの弾にみんな寄ってくるみたいな、さっきコメントのツッコミあったな。逆に集中狙いする可能性があると思った君は、うん、マジ賢い、うん、もう全部撃っちゃおう空に弾をな、弾全部上に撃とう、うん、ババババって、はい、そしたら全部綺麗なくなるから弾、うんうんうん、ゼロゼロゼロ地帯よ。中性駆けつけてプレデター5チームぐらい来るよね、撃ちまくってるから。あ、そっか、サプレッサーないんかやってることをひどい声出すよ。俺らの弾使いやがってで、うん、ものすごいヘイト買うよ。逆にヘイト買ってる。うん。サプレッサーないんだっけ？つければいいと。つけたってバレんだろ、結局。まあ、そっか。3人で言っても早いと思ったんだけどね。なくなるの早いだろうね。うん。君らの命なくなるのも早いと思うよ。どっちの弾がなくなるかの勝負だった、うん。魂の方が先になくなる率が、なるほどね。高いっすね。君頭いいだ。おめえがバカすぎんね。いやもうあれ出すかな、じゃあここまでは僕も前座中の前だと思ってんで、 お遊びみたいなもんだと思ってんで、本当の、うん、真の作戦、正直バカみたいな相手だと思ってやってましたこれ本気だったら病院進めるわこれレイス、うん、いつも使ってるやつだ。そう、坂本がこれポータルっていう、うん、こう移動中無敵に、まあ、別次元のルートを作れるんだよね、はいはい、まあ、出口と入り口だけが現世にあって、うん、その移動区間は完全無敵みたいな、はい、無敵移動空間を作れる、うん、それがレイス。促進剤ね、アルティメット、アルティメット促進剤でウルトが溜まるよね、うん、ガッシャンガッシャンやれば、まあ、戦闘中に溜めてるということね。もしくはもうこもって溜めてもいい、うん、でウルト溜まる、はい、でポータルを、はい、出してしまうと、なんかね、新仕様では距離が2倍になったらしいんで、へー、無敵時間も2倍だ。歩いた範囲をルートでつなぐの、うん、そうへー、でもう、うん、入り口と出口を、うん、つなげちゃうわけ、へーつなげちゃうわけ、うん、するとどうなる、無敵時間で、はいはい、出て、うん、無敵時間で、はい、出て、うん、ここで死ぬよね、入って無敵時間で出て入って、うん、永久期間が完成しちまったな。もう弾撃てないでしょプレデターでも我は撃たないよな、僕らは撃てないね、うん、プレデターも撃たない、はい、世界は平和。出口で3人が銃構えて、うん、出てきた瞬間3人分のマシンガンが飛んでくる。あ、ランパードっていうバリケード作れるやついんだよね。そうだから、ね、出口と入り口の区間はランパードのバリケードでカバーするか。おー。どうだ仮にこれで残り2チームまで残ったとしよう。うん。どうすんのその後。え残り2チームまで残ったも勝ちだろ。負けやろ。そのゲートは相手も使える。もちろん使える。だみんなで回れるんじゃないまあまあ最終的にはさ、うん、争いをやめる方向に持っていけないかと思う。アモでピースサインを作ればはい、これなんかあるじゃん、その戦争地帯でもさ、うん、こうピースしてたらさ、
弾撃たれないみたいな。あるわけねえだ。ただの的だろ。やっぱないか。ないな。もうそのピースの足元に、うん、もう腕みたいに3人の死体転がってる絵しか思い浮かばないもん俺。何発かこれ。まあ、6000発ぐらい使うんじゃない。パッと見さっきのアイテムいっぱい集める作戦と並行して、うん、一緒にラブ&ピースとか書いとく。おお、あー、ハートと&とピースって書いてる、うん、ラブ&ピース、うん、とかどうだ。あの恥だからやめてください。周り一生懸命死闘してるの周りはね。ねえ、そこだけお遊戯会やってるのか全然わかんない俺。やっぱそうか、うん、よしかじゃないんで。もうすべてに対して負けなんだよ。やっぱそうか、うん、まあちょっと浅かったかな作。浅いよ、うん、もうペラペラよ、ペラペラだった。じゃあもう明日母校さんと本気で話し合って作戦ひねり出すわ、うん、ちょひり出してくるわ。なんとか出てくればいいけど、僕一人はこのレベルか。うん、その長谷川さんもなんか意見聞きたいとこだけどな。聞けるかね、ゴールドレベルの。ゴールドあればいいな。うん、いや、ちょ頑張るか。ゲーム中にボイチャって開ける、うん、周り切ってたら開けない、切ってる、周り切ってる、切ってるのか、ダメ、切ってる切ってる。もし聞けるんだったらそこで3人の大爆笑トークをすることでプレデターの人のもうエイムがうわーって笑ってブレまくる。ああ。現地でスピーカー置いといた方がいいよね、そしたら。あ、ゲームないじゃなくてリアルの方で大会だから、うん、あ、モコウさんは現場に行く？そう。じゃあモコウさんが少し早めに入ってもらって、うん、小さいマイクを全員のヘッドホンのこの耳のところにセットしてもらい、うん、どうやってそんなんできん、できないでしょ。Bluetooth かなんかだよ。どうしようか、万作尽きたな。なんか出てくる案が。もう3人でおとなしくメタルギアやらない。おとなしくって、どう、何、エーペックスどうすんの。エーペックスは置いといて、3人でメタルギアソリッドやって。大会だからどうすんの、ボイコットするってこと。もう部屋の中でもう隠れて動かない作戦を。それは最初の作戦でいいじゃん。スマブラがメタルギアになっただけじゃん。うん、隠れるということで。結構真面目にやったんだけどさ。僕も練習さ。うん、真面目にやればやるほど、うん、強い人たちとの格差みたいなのが見えてくるんだよね。上が見えてくる。そう、やばいぐらいに、うん。僕のおもちゃの100倍ぐらい強いんだよね、上って。ああ、もう、話になんないぐらいなんだ。ワンチャンとかそういうレベルじゃなかったんだよな。先に見つけても全然勝てなさそうな感じ。いや、勝てない。撃って、うん、相手2秒を待ってから打ち返して、多分負ける。あそこで負けんな、2秒で。ワンマグ打ち切りたい。棒立ち2秒待ちでも多分負けると思うな。まあ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 、ちょっと真帆さんと真面目な案をね、うん、考えてみますわ。